皆さん、こんにちは。先日までに Ubuntu Minimal の VM を新規で作成し、そこに人、SSL、PHP、データベースの設定をしてきました。一通り環境が揃ったので WordPress をインストールしたいと思います。それでは最初に WordPress の最新版をダウンロードします。 ダウンロードしたファイルを回答します。回答すると Wordpress というディレクトリが作成され、そこに必要なファイルが入っています。そしてディレクトリごと、ルートとして設定したディレクトリにコピーします。 コピー先に移動して確認をします。先ほどのコピーコマンドではコピー先のディレクトリの属性や所有権を引き継がないので、ディレクトリに所有権を設定します。ディレクトリ配下のファイルなどもこれにより変更されます。これをしないとワードプレスで更新などができませんので注意が必要です。 ここからは Wordpress で重要なファイルである wpconfig.php を編集します。その前にサンプルファイルを使い回すことにするので、サンプルファイルをこのファイル名に変更します。エディタで wpconfig.php を開き動画に示す部分を変更します。 先に示した部分のシークレットキーを表示するコマンドがあります。入力して表示されたものに差し替えます。またデータベース名、ユーザー名、 パスワードを自分で設定したものに変更します。 さらにもう一つ追加しておきます。これを追加することにより FTP のログイン画面を表示することなくファイルをアップロードできるようになります。 ここまでで設定は完了しました。ブラウザでアクセスしてみます。 本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。